津川哲夫は日本のモータースポーツジャーナリスト。かつては F1 のメカニックとしてベネトンチームなどに歴任し、その後富士テレビの F1 中継の解説者に転身した。東京都杉並区出身、イギリス在住。高校時代よりモトクロスをはじめ、東海大学ではラリーに熱中する。1973年、同高校工学部を卒業し、鈴木板金に就職。 1976年 F1 世界選手権インジャパンを観戦して F1 メカニックを志し翌年単身と得する。1978年にサーティースのメカニックとなりイゴエンサイン、セオドール、トールマン、ハース、ベネトンとチームを渡り歩く。トールマンでは1984年にアイルトン・セナのデビューに立ち会う。1989年日本 GP では 母国で、ベネトンのアレスサンドロ・ナニーニが優勝し、感激の涙をこぼした。1990年シーズンをもって14年間のメカニック業を引退。最後の2戦は担当する、ネルソン・ピケが連勝するという幸運に恵まれる。1988年、自身の体験談をもとに、F1 サーカスの舞台裏を綴った、F1 グランプリボーイズを執筆。雑誌。 ベストカーでも連載され、F1 ブーム期の日本の F1 ファンに存在を知られる。メカニック引退後は、経験を活かし、モータースポーツ関連の番組や雑誌で、メカニズムの分析、解説を中心としたジャーナリスト活動を行っている。F1 中継番組、F1 グランプリでは、ピットリポーターやレース解説を担当した。ありがとうございます。